めっちゃ攻めてるんでしょ。すごいですね、攻めてますね。前半始まってずっと지금사실은여기옆에계신분이어그이제제일교포3세시고이제한국의약간뿌리를좀이렇게많이알고싶어하는분인데오늘어쩌다보니그한국대이라크전을이렇게톱관을하게되었어요그래서몇가지하나물어보려고하는데나인치한국인として 今韓国で遊びに来てると色々特別な感じしません？そうですね。なんか何回か来たことありますけど、こういう韓国のサッカーを韓国で見るのは生まれて初めてなので、すごい今日は楽しいです。で、そういえば、韓国代表のサッカー選手で知ってる人、誰でもいいので。あ、もう、それはソン・フンミンですね。あとは、いろいろ知ってますけど、イ・ガイン？意外。今はちょっとソン・フンミンに夢中になっちゃってるんで、他の人の名前忘れちゃいました。でも今、ソン・フンミンいない。ソン・フンミンの奥さん。怪我してるから。その代わりに今日のさっきすごいゴール決めそうだった方？誰だったっけ？ 17 番。ペイ・チュノ？そうです、そうです。あの選手も今日を見てファンになりました。前の試合、ヨルダン戦でアシストを決めた人ですね。そうなんですね。なんかあれですか、普段は K リーグにいる方ですか？ K リーグにはいたけど、去年イングランドの2部のストークシティというところに。あ、ですよね。だからすごい上手いから、なんか海外でも活躍してるのかなって思いました。あ、確かにね。でも今年プレミアリーグにも行けそうだったけど、せっかく背番号10番もらったから、もう一年いてくれって言われて2部に残ることになりました。あ、そうなんだ。そう、多分ソン・フンミンが引退したら彼が次期のエースになるんじゃないのかなと思う。うん、そんな感じしましたね、さっき。おお、惜しい。でもゴールキーパーの人もすごい上手いけど、韓国の方は誰ですか？6年前のロシアワールドカップで韓国がドイツに 2-0 で勝ったことがあったの。あ、そうなんだ。だから上手いんですね。うん、その時にドイツに枠内シュート 10個もあったけど、それを全部セーブすることができて、それで 2-0 で勝つことができたの。あ、10個もセーブってすごくないですか？そう、それで彼が韓国のスターになった、なれたの。のワールドカップのドイツに勝ったのは、当時、韓国が初めてだったから。あ、その時ドイツに勝ったのは、すごいセンセーショナルなことだったからね。ああ、なんかそれを聞くと今なんか納得ですね、全部。うん。これはナッツ。ああ、ビビする手袋は見たことあるけど、うん、こういうの初めて見ました。あ、俺も初めて見た。私も初めて。面白いですね。ああ、色っ気、うん、すごい。でも合理的、うん。네, 그래서 오늘 대교포 출신분이랑 같이 처음으로 대한민국 축구대표팀 직관하고 오늘 3-2 로 이기고 또 대한민국 이제 문화에 대해서도 이제 체험한 것 같은데요. 한번 여러 가지 이렇게 얘기를 물어보겠습니다. 예. 시장의 감소와 이가가 되시다가 個人的には久しぶりに試合の様子を見ましたけど、韓国の選手側の応援という形では初めてですが、前半からなんかすごいいいペースで、なんかいい感じでいくなと思ってたんですけど、後半結構イラクも割と頑張ってたので、すごくいい試合だったなと思いました。個人的に後半最初1対1になって、ちょっとピンチだなって思ったんだけど、
あれからちょっと何番選手が結構印象的でした。後半かな、アジストで入ってきた11番の選手もムン、ムンソンミン。あ、ムンソンミン。個人的にはめちゃくちゃ目立ってたなって印象がありますね。そうですね、ありがとうございます。さすがエセサッカー専門家ですね。日本の スポーツパブと韓国のスポーツパブで一番なんかこれは違うなって思ったことを一点お話しさせていただけませんかね。そうですね、なんか、まず熱気は違いますけど、女性同士で来てらっしゃる方のグループが本当に多いんですけど、日本ではあんまりこういう光景を見ないからびっくりしました。 確かに日本で女性同士でどっかでパブに行ってお酒を飲みながらサッカースポーツ観戦を楽しむことはあんまりないんですね。そうです、そうです。だからなんかみんな、まあ好きな方はいても、なんかこういう場所で女性同士で集まって入る自体があんまり見ない感じなので、でここですごいそういう方が多いから、なんか私も韓国だとすごくそういう入りやすいなって、 なんかすごいいいなと思いました。韓国ポンムのあらゆる言葉で例えるけ、タルンジョムいい感じで言えるけ、おかげさまで韓国代表のサッカーも初めて応援することができて何よりですね、それが。今日こうたまたま実はの機会があって、岩さんと会いをいただいてここに来たんですけども、もともと好きだったことはあるんですけど、 今後はなんか韓国の選手をメインに追っかけていきそうな感じで、もうちょっとハマるきっかけになっちゃったんで、すごいありがとうございます。いろいろ教えていただいて楽しかったです。ちょやまろ、感謝드립니다。これこうやって雷、大事、そう。あ、まあまあ、どっちにしても大丈夫。こうやって、じゃあご清聴いただきありがとうございました。そう。 だね。どっちしてもいいし。